テレ東まもなく開幕する G20 大阪サミット、世界各国の記者が集まる国際メディアセンターを池谷キャスターと篠原官邸キャップが案内します。そこは大阪名物たこ焼きなど日本ならではの食と文化を味わえるおもてなしスペースとなっていました。篠原キャップです。はい、よろしくお願いします。G20 の会場インテックス大阪のここがちょうどダイニング&エキシビジョンということで、はい、食堂と、まあ、展示物が、食堂というのが我々記者のね、そうですね、同行であるんですよね。各国から集まってくる記者の食事の会場というところなんですね。だからその食文化を世界にアピールするという意味でも、はい、まあ、大事っちゃ大事ですよね。すごく大事です。日本を、まあ、各国の記者を通じて世界にアピールするという役割を担っています。篠原さんにとっても大事。あ、僕の食事の場所でもあります。はい、行きます。でもなんかすごいちゃんと作ってますよね、これ。だってほら、そうですね、普段は普通の展示会場なんですけれども、ね、あのちゃんと世界観を、そう、照明とかも凝ってさ、はい、ですっごいもう入っていきなりすごい人が集まってんですよ。お茶室みたいのもね再現されてるし、実はこれお茶入れてったね。そうですね、お茶の体験ができるようになっ てる、はい、まあ、日本人にとってはよく見るけどね、海外の方って興味ある人多いと思うんですよね、はい、でなんかねすごい気になるのがね、ここすごい人だかりでしょ。これ何だろう、これこちらですね、あのこの今回の会場の大阪関西の魅力を発信するスペースということで、例えばこちらはですね、京都の祇園の佐々木というですね、お店が出店して、何屋さん、これはあの、まあ、料亭というんですかね、小料理とか料亭屋さん ね、政治記者なのにさ、なんでそんなことまで知ってんの。いろいろと会場について調べてました、まあ、食に関してはね。こちらちなみに佐々木というお店は食べログで 3.9 を記録するぐらいの有名なお店なんですね。ちゃんと政治取材してます。食のことじゃなくて、はい、で今日こちら並ぶとこの佐々木のお食事もできるということなんですね。ちょっといいですか、行きます。それじゃあ行きましょう。なんかでもすごい混んでる。ちょっとな、どちら並べばいいですか。はい、お食事の方です。はいはい、はい、はい、じゃあこちらから、はい、はい、ここ、はい、あ、ここ先頭、はい、でこう、こっちです、はい、こっち、はい、あ、こう並ぶんでね、はい、はい、ちょっと待ちます。待ちましょう、ええ、後ろではほら舞妓さんが踊ったりしてね。あ、でもほら篠原さんはさ、はい、それこそ総理同行取材でさ、はい、いろいろ言ってるから、はい、その各国のこういう、なんていうの、国際会議とかの比較もわかるでしょ。そうですね。どうですか今回この雰囲気。やっぱり日本がこういう文化の発信っていう意味では一番きめ細やか な感じがしますね。他の国はもっとざっくりしてるわけ。ざっくり、あのご飯食べられたらいいんじゃないっていう感じがありますね。じゃあこういうふうにコンセプトを持ってっていうのは、はい、あんまりない。なかなかこういうのはないですよね。あ、そうなんだね。いやでも本当になんかちょっと大人気でかなり待つことになりますが、はい、このあたりは後で早回しかなんかしていただければ、全然いいと思います。順番来ました。2人入っちゃっていいですか。はい、はい、わあ、なんか今ほら東京でもこうやって、はい、何立ち飲みとかさ、立ち食いお寿司とかあるじゃん。まあそのテイストですよ。なんか本当のお店はこういうスタイルではないと思うんですけど。あ、本当はね。でもほら、このスタイルも今東京とか日本でも流行ってるでしょ。そうですね、立ちはね。なんか俺あの確認しておきますけど、 G20 の会場の一角ですからね、ここね、なんか2人で飲み来てるみたいじゃない。なんか大丈夫かなこれ。何が出てくるんだろう。メニューがどこに あこれだ、メニューあった、いいですか、これ見て。はい、メニュー、マコブダシ、私の冷やしそうめん梅干し風味、泉州蜜茄子のマリネ、柿の葉寿司、デラウェアの果肉とジュレ。先週は泉佐野とかですから、もうこの会場から本当ほど近いところですね。そうなんだ、もうすごい詳しいね。水茄子の有名な、水茄子のね、すごい有名ですよね、まあ、京都の店ですけど、この関西、大阪の地元の
食材も使ってますっていう、ね、なるほどね、そうかそうか、やっぱりね大阪をアピールしなきゃいけないし、はい、あでこれ今セットになってた、これが出てくるんだ、ほらこれ、はい、これね、あ今来ました来ました、これ何ですか、お出汁になります、出汁、まずはこちらのお味を、はい、はい、あいい香りがする、冷たいんですね、うん、ちょっとねちょっとなんていうの、ちょっと 黄色っていうか黄金色っていうかね、ここね取れないよね、ごめんなさい、これなんだろう、これを先に飲むとなんか食欲がこう湧いてきたりするんですか、そういう意味ではなくて、あの旨味、日本の食事のお料理の旨味をまず味わっていただいて、なるほど、旨味ね、なかなかこういう深みのある味って海外に行った時に出会えないですよ ね、そう繊細だから、旨味ってでも今英語でも旨味でしょ、ね、ね、もう旨味ってワールドワイドの言葉ですから、うん、もう来ました、あすごい、え、なんかすげえちゃんとしている、はい、ありがとうございます、あすごい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 、はい、はい、あスプーンで、スプーンで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、よかった、あのおそうめんから、おそうめんから、はい、なんでそうめんから、これは奈良県の、あ、あのちょっとね、梅干しを入れてるので、ええ、あの酸味がある、あそういうものから食べてもいいんですね、そうです、酸味があるものから食べる、なんか全然政治の取材とか全くしてないけど、うん、そりゃ酸っぱいでしょ、今梅が入ってるんですから、今のさっきのお出汁を使って、はい、なるほど、もちろんあのお出汁を使って、そこにあの和歌山の紀州の梅干しを、和歌山ね、はい、やっぱりもう関西ですね、和歌山といえば自民党の二階幹事長出身地ですからちょいちょい入れてきますね、そうか、そういう配慮もあるんですよ、なるほどなるほどなるほど、なるほどね、二階さんいただいてます、ね、これ飲むもの、どちらでもいいです、大丈夫、はい、だって一気に飲んでたもん、いいお出汁、まあ、僕らとしてはそっちの方がありがたい、嬉しいです、すごい、うん、しっかりしてるし、うん、梅の味もさっぱりと、うんうん、次どこに行けばいいですか、次はお寿司、お寿司、ね、柿の葉寿司、そう香りがいい、すごい、なんかすげえちゃんとしてるね、本当ですげえとか言っちゃった、すごいちゃんとしてる、びっくり、世界最高峰のこのおもてなしだと思います、本当本当本当、国際メディアセンターの本当本当、これはでもコップレセンターじゃん、記者の方は食べられるけど、各国元首は食べられるんだろうか、各国元首はここには来ないでしょ、見学はするかもしれませんけれども、なかなかこうやって召し上がることは難しいかもしれません、まあほら夕食会とかセッティングされてるからさ、ちゃんと食べるものは食べるんでしょうけど、これもぜひ食してほしいわ、柿の葉の香りがすごくいいと思います、それも案外ボリュームあるね、結構ありますね、喋れるまで時間がかかりますねこれすごいすごい変なこと聞いてるんですか、はい、これを例えばお店でいただいたらおいくらぐらいするんですかねおいくらいただきましょうねどのくらいします、でもそんな安くないですよね、まあまあまあそうですね、でも500円とかじゃ無理でしょ、5円じゃちょっといい1000円ちょっとぐらいぐらいやと思うんですよ、1000円でいきますよ、やる頑張れるだけ頑張るすごいよね、でもなかなか予約も取りにくいお店ですよね、佐々木さんは、はい、ありがたく、もうなんかそれ調べてきてるんですよ、いやいや政治の記者でキャップのくせに、いやいやまあ見てくれ的にね、食べること好きでしょっていう、分かると思うんですけど、どうしてこういう会場でこういうものが置かれてるのかという背景を調べる意味で、うん、そうサミットのね、はい、会場になんでこういうものがあるのか、こういうの読んでいただいて、美味しい、ここは初めてですか、こういうサミットとかで、こういうのはもう本当初めてです、お店には海外の方はいらっしゃいます、よくたまに来られますね、あたまになんだ、はい、まあ、一応予約制なのでホテルを返してとかは来られるんですけど、でも行きたいと思ってる方多いんじゃないですかね、海外の方 ね、 そうですね、電話でもあの海外からそのまま直で電話が来ることはたまにあります、そうなんだ、やっぱりね、そっか、次はこれ、ね、ゼリーはデザートなので最後に食べてもらって水茄子、はい、大阪泉州の水茄子、これ軽くマリネにしてあるんですけど、はい、この茄子は生で唯一食べれる茄子なので、
すごくジューシーで甘いと思う。なんか果物みたい。そうです、ほんまにそうです。浅漬けですよね。そうですね、もう湯は浅漬け、もう塩と油だけなので。あ、塩と油だけなんですか。だけ、軽くマリネにしてるだけなんです。すごいね、美味しいです。なんか、もう大阪選手が自分、ナスってちっちゃい頃ベチョっとしてて好きじゃなかったんですよ、やっぱり。そういう方おられますね、いるよね、はい。でも家で炊いたりとかするとこうね、しっかり炊いてあるのが多いと思うんですけど。すごいよ。生でっていうのは多分この水ナスだけだと思います、ね。はい、この感覚なんかやっぱ外国の方びっくりする。びっくりするね、食感とかね。食べ方はないですよね。はい、ね、そもそもナスってでも食べるか。ナスある国はあります。あのイタリアとかは。中華もやるよね。そうですね。でもこういう風な食感でさ、みずみずしいたまないですよね。ないですね。すごい。で、デザート。デザート。これは、デラウェア、あのちっちゃいブドウですね。はいはい。で、あの固めてあるゼリーも、はい、デラウェアのジュースを固めてます。すごい甘くて変わる。ジュースみたいな。はい、固めるのも本当軽めに固めてあるので。そうですね、サラッと。すごいサラッとしてますね。こちらがデラウェア。なんかね、大人な感じ。子供には食べさせらんないね。なんで大人でよかった、ね、大人でよかった、ね、本当にいい大人なんですけど、ね、でも大人でよかったっていうより50超えたらいい大人だよね。大丈夫かなこの放送。大丈夫かな。早いね。大変でした。もうちょっと味わえばいいのに。早食いだよ。もしいやいや、これ今回各国から取材に来た記者の方はこれは本当幸せですよ。これ何食ぐらい用意されてるんですか。一応あの、まあ、2パターンあるんですけど、はい、100ぐらいでは。え、足りなくないですかそれで。まあ、今日は同日なんで。今日はね、そうか、今日はプレーオープンだから明日明後日本番。明日明後日がちょっとどうなるか。100はちょっとあっという間になくなっちゃう。あっという間です、ね、だったらもう時間がある限りは作り続けます。え、100終わったらもうそんなしなんですか。いや、もう時間がある限り作り続けようかな。食べ損なうってことはあんまないわけですね。そうですね。あ、美味しゅうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。満足。ありがとうございます。何を。見た見た。ね、篠原さん、ちょっとポケットの中のものをちょっと出しなさい。ちょっと今食べきれなかったので後で食べようと思いまして。いいです、生で持ってても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。柿の葉もあの殺菌効果もあるので。なるほど、はい、なるほど。でもなるべく早く。え、わかりました。ありがとうございます。あとでね、ゆっくり。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、次行きましょう。はい、ありがとうございます。いやー、もうこんだけでいいんじゃないの、もう長さ的にもうさ。食べ過ぎだから。あと、あの、あっちの。また行くの、食べる方に。大阪の、特に本当に今のはね、京都。そう、京都ですね。はい。で、地元大阪の、まあ、粉もの文化というんですかね。そりゃそうですよ、大阪に来たらもう食べない、食い倒れですからね。このライブキッチンというのがありまして、すごいよね、はい、でもこんないいスペースにど真ん中にこんなこうライブキッチンを置くって、ちょっとしたさ、あの、はい、おしゃれなカフェみたいなもんね。そうですね。でこちらちょっと行きましょう。あの、はい、ちょっとすいません、お邪魔します。また来ましたよ。あ、こちらたこ焼きが。食べんの？食べましょう。2人で1個でいいですか？しっかり生地に和風だしで味付けしてますので、そのままでどうぞ召し上がってください。なんかつけないんですか？そうです、生地にもう和風だしとお醤油で味付け済ましております。そのままで召し上がります。そのままです。映るか、余計なことしたね、ごめん。どうぞ。はい、いただきます。うん、柿の葉寿司をさ、1個食べきらんって言ってさ、持ってきた人がさ、こんなパクッと食べる？生地に味がついてて、ソースがなくても美味しいですね。なんかたこ焼きって、はい、東京の人って、はい、案外こってこてにして食べるんですよ。はいはい、ね、そうですね、ソースたっぷりって。そう、なんか新鮮。ありがとうございます。ちょっと最初物足りない感もあるんですけど、うん、でも確かにでもタコ大きいですね、この、あの身の割にタコが大きい。やっぱりさ、感想が違うよね。違うです、あの
タコって今すごく高騰してますよね、はい、あ、そうなんです、そうなんです、さすが、それ俺が知らなきゃいけない、本当はね、ちょっと経済を、経済の話いや、その中で結構たっぷりタコを使ってるなと思いまして。でも、たこ焼きって案外原価的には安いですよね、はい、タコはすごい、たこ焼きっていうか、あの粉物だから、粉、そうですね、まあ、でも小麦も高騰してるちょっと顔が半笑いになってきたからねちょっと嘘ついてる感じがするんだけど。普段はどちらであれお店をやられてるんですか。大阪のあの難波であったりとか梅田であったりとか、ちなみにこれ今何個入り、8個入り、7個、今8個入り、はい、はお店ではおいくらぐらいで、ね、12個からの販売なんですけど、550円、え、安い、安い、12個で550円は、そうですね、そうなんだ、うん、今日は何個ぐらい作るんですか、今日っていうかこの今日で6000って言ってたっけ、6000個、6000食、6000食、6000食ってことは、この個数で言ったら、かける24000ってこと、郷ひろみみたいだね、今、いや、もう、あれ2億4000万6、4万8000個ぐらいです、すごい、だってあそこにタコ、ほら、いっぱいもう準備万端、ちょっとタコ見せていただいていいですか、やっぱ大きいですよ、いいですか、見ても、あ、もう確かに大きいかも、あの、このサイズは、たこ焼きのサイズは小さいですけど、タコはすごく大きいです。そうね、うん、タコが占める割合的にはもう半分ぐらいいけんじゃないの、はい、一口で食べれるサイズにこだわって、ちょっと鉄板も、そうか、はい、それで10、あの12個550円はすごく安いと思う、安い、安い、うん、すいません、じゃあ食べきってください、はい、食べきれる、はい、食べきれる、食べきれます、大丈夫、はいじゃあお願いします、ありがとうございます。ねえ、この調子で全部制覇しようと思ってる？どうしますか？ちょっと、ちょっと、ちょっと辛いよ、まあ、紹介しよう、そうです、お好み焼き、うん、お好み焼き、はい、いっぱいあります、でもここね、この粉もんのね、二大巨頭ですから、なんか豚と、トウモロコシとイカの、え、トウモロコシのってあるんだ、うん、そうですね、はい、トウモロコシの、トウモロコシちょっといただいてみようかな、あ、じゃあ、池谷さんどうぞ、いいですか、どうぞ、はい、お願いします、はい、トウモロコシってあんまり東京じゃないんじゃない、あんまりそうですね、トウモロコシってあんまないですよね、ですね、でも結構トッピングで人気なんでね、あ、そうなんですか、豚食べれない人とか海外の方なんで、はい、人気です、あ、そうかそうか、で、ポン、やっぱりいろいろありますもんね、制限がある方がいらっしゃるから、基本は豚なんですけどね、やっぱ国の人によっては、なるほど、あ、豚、そうだね、お肉、ハラールの食べられるんですね、この高温入りっていうのは普段からお店でやってらっしゃる、お店でもあります、あ、そうなんだ、結構ね、あの食感が甘くて、あのシャキシャキするので、煮込んで、うんうんうん、普段はお店はどちらで、あの難波のグリコの看板の裏の裏にお店がある、あ、いいとこですね、じゃあ普段からも外国人客はいっぱい、いっぱいでね、あ、そうですか、はい、お好み焼きの場合はみんなお好み焼きって言うんですよね、はい、か、あの大阪焼き、大阪焼き、の英語はないってことですよね、英語、そうですよね、お好み焼きですね、フェイバリットなんとかとか言わないで、フェイバリット、いや、それは直訳してきますね、どうぞ、こう、ありがとうございます、ありがとうございました、なるほどね、ふんわりとした感じで焼き上げて、うん、うん、よかったです、ありがとうございます、これどうしたらいいですか、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。こちら、こちら、こちらあげて。もう本当に大阪ってのがやっぱ串カツだよね。はい。これもいただくの？これ他の一人三つでしたっけ？二つ、一人二つ取れるということ。もうお腹いっぱいなんだよね。じゃあ一本ずつ食べましょう。一本。ええ、食べるんじゃん。こっちあの野菜で、こっちが何？こちら豚？山芋がいい。山芋。山芋珍しくない？ありがとうございます。しのちゃんは？私あのフライドチキン。どれ？最後。あ、鳥？鳥ですかね。ディープそうフライドチキンだよね。はい。どうもありがとうございます。すいません。行きましょう。はい、山芋と。はい。チキン。チキンはい、これね、これはね、さっきね、私うんちきを聞きました、ええ、なんだっけ、これクロワッサンなんですよね、そうです、クロワッサンの生地で、え、クロワッサンの生地で揚げてるんだ、ええー、
通は単なるパン粉？そうですね、小麦粉とか。あ、それはこのお店の独自の。そうですね。クロワッサンなんだ。なんかね、ちょっと甘いの。甘いですか。じゃあ私もチキン取りをいただきます。いい感じでしょ？いい感じでしょ？軽いですね。あ、軽い。サクサク、サクサクして。ありがとうございます。うん、これはいいですね、やっぱり。うん、ええ、みんな仕事しなくなるよ、こんなにおいしいもんばっかりあると。いや、でも結構やっぱり各国皆さん仕事を背負ってきてますから、そんなにここで楽しむ時間も多くはないと思います。そうでした、海外も、海外そうです。あと時差があるんで。でもそれはさ、食べ物は食べ物、単なる食べるものだったらそうだけど、こんだけさ、いいものを用意してくれたらさ、やっぱりダメよ、みんな来ちゃうよ。で、仕事もそこそこ。その日本の良さをぜひ伝えてほしいなっていうのが。なるほどね、美味しかったよって。そうなんです。で、主催者側の狙いですね。今度はプライベートで日本に行って食べようとか、はいはい、そういうことになるんでしょうね。でこっちにはですね、うん、大きいでしょ、このなんかこのライブキッチン。すごいでっかいんですよ。うどんとラーメンもあります。なんかちょっとそれはもう無理かも、ええ、デザートが欲しい。デザートこちらあのソフトクリームすごい。これあの日清のですね、日清というソフトクリームの会社のクレミアという最高級ブランドのソフトクリーム。だから政治記者だよね。私これあのプライベートも大好きで、あのこのお店があれば大体買うんです。この人テレビ東京の政治のトップの記者なの。トップじゃないですよ。ありがとうございます。なのにそんなこと知ってるっていうね。羽田空港とかね。あ、もうそうです。ぜひ、はい、はい、ありがとうございます。いただいていいですか。はいはい、どれでいたしましょう。ミックスを。ミックスで、はい、ありがとうございます。私あのバニラです。はい。なんでミルクなの。いや、これがやっぱり一番基本形で濃厚なんですね、ミルク。なんかこれもだから関西の味っていうか、はい、そうなんです。大阪の味なんだね。こちらこの日清という、まあ、ソフトクリームのメーカーのですね、本当にあれでね、日本の人間に世界の、はい、見たことあるでしょ、なんかコーンのね、あれ、あの男女の可愛い男の子と女の子のキャラクターのやつ。この日清の本社が大阪の茨城市なんですね。なので大阪の味ということで、大阪の味、はい、ちょっと意外だよね、ソフトクリーム大阪の味。おいしい。濃いわ。濃いですね。これなんか作り方が違うんですか。何が違うんですか。原材料があの通常のソフトクリームよりも随分いいものを使っております。どういう意味でいいんですか。卵がいいとか。いや、乳脂肪がたくさん入ってました。生クリームもたっぷり使っておりましたし。はい、これ普通に買ったらおいくらぐらいするんですか。大体500円以上で販売いただいております。ね、はい、このサイズで。はい、そうです。500円。池谷さん、これですね、食べ放題でしょ。これコーンに見えるんですけど、うん、ラングドシャっていう。そう、このクッキーってあるよね。クッキーなの。わかる、これ。で、このスプーンエッチはクッキーなんだから、うんうん、これ私もいろいろ国際会議行きましたが、うん、ソフトクリームが提供されてるのは本当に初めてですね。え、本当に。こんなだってアイスなんてさ、海外の方がなんかいやデザートとして提供しそうじゃん。提供されてるのは私記憶の中ではないですね。特にまたソフトクリームなんていうのはないです。あ、そうか、ちょっとアイスはあるかもしれないですね。何カ国ぐらい行ったもん。でもそう、あの安倍総理になって大変外遊が増えているので、まあ、トータすれば 2,30 カ国も行ってるかもしれません。 2,30 カ国、すごい。でもそういう篠原記者がこの出題は素晴らしいっていうんだから、はい、まあ、頑張ってますよね、日本ね。そうですね、ぜひ世界に日本の良さアピールできるといいなと思います ね。ありがとうございます。ちょっと食べながらで失礼します、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとわかんない、あの私ね見つけたんですけど、あのこのね天神のところがね、なんかちょっと寂しげなんですけど、すごい秘密があることを発見しました。こんにちは。これ食べながらでもいいですか。ダメ、食べながらでもいいですか。あ、いいですか。ここはなんかね、ほらツーリズムとかだから、こういろんな酒、ね、日本のお酒とかですね、巡る旅みたいのを紹介するようなコーナーになってるんですけど、さっきね見つけたんです。すごいの見つけた。ほらこれ、ほらさあ、名前を何て言うでしょう。何ちゃんでしょう。いや、この名前は分からないですね。鑑定にも飾ってあるんですけどね、この人形。ミライトワです。ソメイティです。
合ってますよね。おぼ、ほら書いてあるじゃん。あ、未来とはこれはもう基本形で覚えてください。はい、ね、で、ここにこうやってオリンピックのね、オリンピックのマスコットがいるじゃん。奥こんにちは、いいですか。あ、見てえ、ほら、なんでこんなひっそりと飾らなきゃいけないんだっていうくらい。これはあれ、トーチ。そう、これ素材何ですか。これアルミなんですけど。アルミ、リサイクル。あ、ここもリサイクルなんだ。そうです。あ、そうです。メダルとかもみんな今回リサイクルで、そう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 、あのなんだっけ、携帯電話のレアメタルとか。だからやっぱり今回のサミットの趣旨にも合ってるし、っていう。これ持っても大丈夫。大丈夫です。はい、持ってるんですか。あれ、アルミだから案外。そうです。軽い。でもこれこうやって走るわけでしょ。そうです。これ案外大変だよ。聖火リレーで。そうです。聖火リレー。こちらパラリンピックのコーチ。あちらがオリンピック。あ、違う。え、色が違う感じ。素材が違う、はい。素材は同じです。色が。しのちゃんじゃあっちぜひ。あちらにいいですか。はい、すいません失礼します。こちらがオリンピックの。こちらオリンピック。こちらパラリンピック。持たせていただきます。どう？ほら。すごいですね。あの見かけの割には重くない。そう、見かけの割には重くない。これ走ってもそんなに。でもさ、でもちょっと重い。何キロぐらい走るんだっけあれ？違うんでしょ？まあ。そうですね、一人一人1キロも走りません。あれ200メートル決まってるんですよね。でも200メートル、はあ。でここにこうなんか網やみになって、ここから炎がこう出てくるんですよね。ほらね、なんでこれこんな仕切ったところに飾ってあるのかなと思って確かに、もっとこの台ここに移動したらどうですか。ちょっとオリンピックとパラリンピック、ちょっと別々に展示しなきゃならないという。そうか、そういうものがあるんだね。じゃあここになんかトーチありますよ、みたいなの。構造が難しかったですね。じゃあこの放送を見ていただいて、この放送を見ていただいて、皆さんここにぜひ、あの、だって持つってあんまできませんよね、うん、当選した方はね、できるけど。そうですよね。いや、私もこんな触れると思いませんでした。私もさっき見つけてびっくりしました。なんでこんなところにこれがあるんだろうと思って。ぜひって言ってもほら、なかなか一般の方は入ってこられないですよね。メディア関係者の世界の。そう。でも体験してみるのはいいかもしれないです。はい、これはこれが削り出しで、これここの段モチーフ。そうですね。上から見ると桜をモチーフ。あ、桜です ですね。やっぱり日本ですから。ちょっと大事な問題でございます。ちゃんと返しましょう。すいません、ありがとうございます。はい。いや、そうですね。これすごいでしょ、ええ、だってここにちゃんと人来てきてって言った方がいいんですけど、なんかね、あのマスコットでちょっとそう、ええ、かわいいですけど。ありがとうございます。すいません、はい、このコーナーもですね、ちょっと地味ではあるんですけど、でも今回のサミットではもしかしたら一番大事な、そうです ねテーマのところですよ。だからゴミ問題、環境問題なんかをちゃんとこうアピールする。ほら、2050年には魚よりプラスチックごみの量が多い海になるとも言われており、海洋プラスチック問題、海洋プラスチック問題が今回の G20 の主要テーマですね。で、各いろんな企業の取り組みをこう展示してるんですよ。で、こんなの知ってた？こういう詰め替えみたいなのあるじゃん、はい、でもさ、これをこうやってこういう風に入れてそのまま使えるんだって。あ、なるほど、初めて見ました。いいよ、そうですね、いいよね。こういうのわざわざ買わなくても、そう、まあ、これで詰め替えっていうのもあるけどね、こっちの方がよりゴミが少ないんだろうね、多分。これすごい。あとペットもね、再生可能とかもあるんでしょ。まあ、これ科学の技術はね、はい、やっぱり日本の得意分野ですから、ね、あのこういうか、もちろん環境のために、うん、世界の議論を主導しようということとともに、その実現のためには日本企業の技術が有用ですよということをアピールしているわけですね。そうですよね、まあ、精神が、ね、あっても技術が伴わないと実際にはできないわけで、あのちょっと前までは環境問題っていうのはその
市民活動をやってる人たちの偏った、うん、あの、うん、運動だみたいな捉え方を、まあ、一部のね、はい、やっぱりそういう気持ちのある人たちのっていう感じ、そういうすることが多かったように見えてるんですが、やっぱりここ5年10年でですね、うん、環境問題は実は企業の成長にもつながるんだというですね、考え方に変わってきてまして、 SDGs とかも、ねね、ありますしね、まさに今回なんかはですね、そういうところが色濃く出てるなというふうに思います。で、あの政府だってあのレジ袋のね、はい、有料化義務付けなんていうのも始まってますもんね、で、こういうところもね、なんか分かりやすいんですよ。ほら、こういうの使ってるでしょ、うん、こういうものが、トレーがこういうのに変わって、で、これはだから成分解性とかそういうことなのかな、ね、土に戻ったりするのかね、リサイクル可能なものとかになるわけですよ ね、 なんかパッと見にはあんまり、ね、変わんなそうだけど、全然違うものなんでしょね。あとこういうものもこういうのに変わるんだ、リサイクルで、リサイクルで、こうやって実際のもので見せてもらうとね、分かりやすい。ここなんかあれです、分別という言葉は多分世界に広げていこうという、そうだ、もったいないとかに続くですね、やっぱりゴミは仕分ければ原料に資源になるんだということですよね。本当だ、分別ね、うん、もったいない。その昔はすき焼きとかもね、すき焼き和製、え、洋製、和製は違うな、洋製和語、和語違うね、日本語へえ。だからこういう展示こそなんか記者の方ね、本来見ていただいて ね、 これもこれで日本の技術としてこうアピールしてもらいたいなとは思いますね、はい、あ、今ちょうどほら中国の方かな、ペットボトルの、ね、回収の取り組みを今レポートされてる、うん、いいじゃないですか、こういうのね、こうやって発信してくれて、これ中国の、ね、皆さんに見てもらう。あちらはよくあのコンビニエンスストアにある、ね、あのよくある、なんか案外初めて見たんですけど、あれあのセブンイレブンの一部のお店の前にありまして、あるんだ、はい、あのペットボトルを入れると7個にポイントがつくっていうサービスなんですね。だからあそこ7個をかざすところがあるんだ。あれをね、5本入れると7個が1ポイントつくとか、まあ、そういうような。貯めてる？私も何回かやりました。ああいうのってほら面白いから、子供にね、そうなんです、そうなんです、ね、ちょっと遊び感覚で教えて、うん、なんか貯めたお金でね、お菓子買えるんだよとかっていうと、はい、いい啓蒙になりますね、うん、あ、すいませんこれですね。ね、あんまり私見たことない。あ、見たことないですか、うんうん、私の地元にはこうありますね、何本か、はい。まあ、こういうのもどんどんもっと普通になっていくんでしょうね、まあ、本当にこういうので分別をしっかり進めていくと、リサイクルしてポイント貯まる、はい。まあ、企業にしてみてもそうやってお客獲得に ね、 そうです ね、 ね、つながるっていう、これにお出しに来ようと思ってセブンイレブンに来ればそこでまたちょっとしたお買い物になるという、ね、なるから、はい、そうなんだ、いろいろ考えてますね、みんなね。